あれはもうパンチドランカーだな打たれすぎて正規を失い本当はもう限界なのにガンガン前に出ていく自民党旧岸田派の議員がこう呆れるほど岸田文雄総理は今敗になっているという推薦人が集まらない ?5 月26日に行われた3つの選挙最も重視された静岡県知事選で自民推薦候補が敗北 東京都議補選でも自民党は1議席も取れず惨敗さらに総理のお膝元である広島県府中町の町長選挙でも自民党推薦候補が大敗府中町の選挙には総理の長男で秘書の翔太郎氏が応援に入ったにもかかわらず野党系候補にダブルスコアをつけられた 本来なら、責任を感じて、即辞任を申し出てもおかしくないほどの敗北の連続。ところが、日中韓首脳会談のために26日からソウルを訪問していた総理は、選挙総敗北の情報を聞いても、そ知らぬ顔だったという。外務省関係者が明かす。日中韓首脳会談で、韓国の院大統領と、久しぶりに会いましたが、4月の総選挙で冒体となる。 保守系政党が大敗を喫したのに元気な大統領の様子を見て、地方選に負けたからといってなんだ、落ち込んでいる場合じゃない。勝負は国政だと自分を奮い立たせたようです。外遊中は韓国側の政府関係者とリラックスした様子で、日本のアニメや K-POP などの砕けた話をしていて、選挙で負けたというのによくもこれだけ元気なものだ、と同行者を驚かせていました。 実は総理のもとには選挙の結果だけでなくもう一つこんな重大情報がもたらされていた次の総裁選挙で岸田さんの推薦人が集まらないかもしれない岸田総理は次の総裁選にも出馬し再選されることを想定して戦略を立ててきたところが総裁選に出馬するには20名の党所属国会議員の推薦が必要で その20名が集まらないかもしれないというのだ。旧岸田派の中堅議員が明かす。ついに、最後の大爆地へ。自民党内の調査で、岸田体制のまま総選挙をやれば、側近中の側近である、木原誠二さんでさえ落選する、可能性がある、との結果が出てきた。岸田さんに近い他の議員も軒並み当選が危うい、状況で、岸田再選からの総選挙では、 自分も落選するとの危機感を抱いた議員らが、岸田さんへの推薦を思いとどまる恐れがあるのです。総裁選まで退しのんでも、自分が総裁選に出られないなら、意味がない。そこで総理は、最後の大爆地を打つ腹を固めているという。7月解散だ。自民党の閣僚経験者の一人が解説する。今、政治資金規正法の改正法案を公明党や、 野党とやり合っているが、野党との交渉がまとまらないことを理由にもっと議論を深めて幅広く合意を形成しなければならないと主張して国会会期を延長する。その一方で総理は公約である憲法改正に向けた動きを加速させる。野党は突然出てきた憲法改正論議に反発し内閣不信任案を提出する。ここで総理が国民に信を問う。 と解散をするシナリオだ。憲法改正を争点にすれば、ギリギリ自民党は選挙で勝てる、という目算があるんだろう。犬死ににするぐらいなら、1%でも勝つ確率のある、総選挙にかける。まさに、大爆地を打とうと腹を決めたんだ。果たして賞賛はあるのだろうか。続く、後編記事、岸田総理の発言に周囲が安然。 暴走を裏付けるまさかの一言では政府関係者を仰天させた意外な言動について重宝します。